イラワラプラムは、マキカマキ族の常緑信用高木。プラムパイン、ブラウンパインとも呼ばれる。オーストラリア、東海岸原産で、現在でもオーストラリア東部のニューサウスウェールズ州東部とクイーンズランド州東部にのみ生育する。高さは30から36メートル、太さ1点5メートルにまで成長する。 葉の長さは5トルから1 5トル、幅は6ト、mm、ルから1 8ト、mm、ルと細長い。果実は2トルから2 5トルほどの球形で、こなすと濃い青紫色になる。同族のマ巻と同じく、種子は果実の中ではなく、果実の先端外側にできるのが特徴である。種子は果実の半分ほどの大きさで、 直径1センチメートルほどの休憩である。果実は松ヤニの匂いがあるものの甘く、食用となる。古くからアボリジニが食用とし、また現在でもジャムや調味料として使用される。また、材質も良く、建材や家具、ボート用材として使用されている。干賞用として、庭木にも使われ、高級郊外住宅地である。 シドニー郊外のチャッツートなどで見かけることができる。世界の食用植物文化図鑑 P76 バーバラ、サンティッチ、ジェフ・ブライアント著、山本則をお訳約ヒーラーギ風車2010年1月20日、第1冊。ありがとうございます。